あ、そしてグラウンド上ではオコエの指導が行われています。やはり指導するのはトップの位置、そしてバットの軌道、このバット軌道いってますよね、うん、ね、やっぱりね、オコエ君を見ているともったいないな、もっとできるなと思ってるんじゃないですか。あ、そうですか、それだけのポテンシャル、はい、バットの握り方でもそういったトップの作り方、ね、出来方違ってくるんですか。オコエ君って、ね、こう右手の甲が左手の甲がまっすぐで構えてるんですけど、ちょっと絞ったらっていうのを言ってたと思うんですよ、はい、絞った方がちょっと平行に、はあはあ、ね、まあ、そこはもう好き好きなんですけどね、まあ、ですから安倍さんもそういったヒントといいますかね、はい、を与えて、はい、安倍監督の右手ですね、見てください、ちょっと絞ってますよね、右手ですか、前の方の下にある手ですね、はい、オコエ君結構これまっすぐなんですよ、ね、はあ、絞ると前の手の脇が締まりますよね。だからそれはもう絶対ではないんですけどね、はい、僕らの時は結構絞ろって言われたバッティングコーチの方が多かったですよね。まあ、でもこういう打ち方もあるよということを提案している、はいはい、いや、試してみてくれんかってことになる。だからもう決めるのはお前やってところですよね、ここでちょっとですから絞って、うん、なんかバットの起動してやってるんですか。なんかミニゲームみたいなのしてるんですか、ね、でボールの下ツラウトっていう、このどうでしょう、村田さん、練習の難易度というのは、うん、どうですかね、まあ、でも打ち込んであげるみたいな、ね、ボールをね、打ち込んでこうスピンを効かせる、はははでも、WB 監督もやっぱりパワー系でもあったし、ホームランいっぱい打ちたいって思った T なんかは、全部下からフライボールじゃないんですよ、レベルに振ってボールを真上に投げるみたいな、逆スピンかけて、はそういう練習してましたよね。そうですか、はい、打ち込んであげるみたいな、打ち込んであげる、はい、その代表者が王監督でしたけど、ね、また打ち込んであげるね、打ち込んであげる、あ、そういう表現があったんですね、はい、これはいい、今のが結局今の上下からすくってないですよ、打ち込んでボールの下さら打って、はパンとボール上げる、上げようとするのではなく、はい、そうです、上げる、打ち込んでボールの下に入ってボール上げるみたいなね。あ、そうですか、はい、それをホームラン打ちたい人はギリギリのところを攻めていくわけですよね。だポップフライとホームラン紙一重みたいな。あ、そうなんですね、はい、僕らはホームランバッターじゃなかったんで、やっぱもうちょっと厚く当ててライナーを打ちたいって練習してますけどね、はい、そして今のそのいわゆる打ち込む意識を意識した上でロングティーを行うという、はいはい、だから僕らの王監督の時なんかは打ち込んで村田ゴロ打ったらあかん、もうフライとホームラン紙一重なんや、ポップフライはとよく言ってましたよ。そうでしたか、はい、でも練習で一番分かんないゴロ打つことや、ゴロなんか打ってるもんええこと一つもない、だもうボールで上っ面打ってるってことやから、打ち込んでライナー打つと、お前とまあ、まあ、ライナーでええねんけど、俺やったら打ち込んでもうポップフライとホームランって紙一重、ポップフライとホームランのその分かれ目といいますか、だからもうここはフライやけど、もうちょっと熱かったらホームランみたいな。あ、なるほど、本当に何ミリとかです、本当そういう世界なんですよね。しかもそれを止まっているボールではなく、はい、ものすごい速いボール、変化球に対してそう打っていくと、はいはい、で僕らはやっぱりあのホームランというかライナーを打ちたかったんで、ちょっと集められてるじゃないですか、はい、でホームランバッターはこのこっから下みたいな、こういうスピンをみたいなね、非常に難しい技術ですよ。いや、そうでしょうね。阿部君なんかはもうレギュラー取ってやっぱホームラン量産したし、この T なんかでよくそれやってましたね、打ち込んでも薄く当てて、でそれこれを極限の薄く当ててフライ打ってて、いやもうちょっと集めみたいなね。あ、そこから調整していくわけですね、はい、調整みたいなね、まあ、まさにそういった奥義を伝授されている、はい、ところかもしれません。阿部君はやっぱ30本超えてきた頃に毎年30本したと思ったんでしょうね、多分ね、40本打った時もありましたけどね。選手に直接指導する、うん、そのシーンが多く見られます、阿部慎之助監督です。今も今阿部慎之助監督に教わった技術、
まあ、意識を挑戦してみようという、うん、オコエとそして中田歩夢なんでしょうか。でも今のは TM でもそのバットの軌道であったりインパクトのことを話してたんですかね。うん、あそうですか、ね、僕 の, あの手首のコックは勘違いだったかもしれないけど、ね。